お前よく見たら、あたー、あっ、おお、ここタックル来ない。ここアンチだ、ここは。ワンチだぞ、ここは。お前の映像、私、記憶にないな。ああ、そんな感じか。特典をダウンロードしたんですけど、なんで生肉が売ってんの？ちょっと半切れで言っちゃったけど。なんかさ、すげえいろんな素材売ってんだけど。何これ、毎回ダウンロードしなきゃいけないとかじゃなくて、もうこれ永遠にこのラインナップだったりする？永遠にこのラインナップだったら最高すぎん？もうやばくない？もう。このばあちゃんぶっ壊れだろ。で、今ちょっといろいろ作っちゃってお金なくて買えないんだよな。でお金貯めてからまたちょっとばあちゃん特典ダウンロードするわ。帰ってきてラインナップって毎回変わってるからさ、多分戻る気がすんだよな。うん、だからもう早々にやって金集めながら行こう。で、マイナルごとくどれが、キークエかなんかはさっぱりわかりませんので、とりあえずね、この砂漠と、このゲリオスとかはやったんだよ。多分これはね、これはあるんだよな。な。なあかな、トドス。どうせ君はね、対象なんだ。キークエなんだ、どうせ。ワンチャン釣りカエルとか売ってる？売ってないか。釣りカエルはないか。釣りカエルは砂漠昼だったら拾えるはずなんだよね。拾えるはず。ってことで、拾います。俺の記憶が正しければ拾えるはず。始まりました。まあ、ご丁寧に音爆弾も用意してくれてるね。今回はガンランス。マクラドリンクはまあいらないけどさ。で、多分あいつ7番にいると思うんですけど、最初6番なんかな。で、大体7なんだけど、釣り帰りが3番なんですよね。で、7番とか行ったりすると、もしかしたら映像が始まる可能性があるので、私はもうこのまま、こちら側からちょっと遠回りで3番へ行きます。なんか採掘もできるなぁ。採掘していくか。ピッケルが壊れてしまう。なんで一発目で？第一の決勝を爆弾で対抗している。ちょっと視点が。第一の決勝とかさ、こういうかけら系もいっぱい使いたい。バカ野郎てねえわよ。一発で麻痺とかさ。一発で麻痺とかさ、危ない。お前サボってんじゃないよ、まったく。働け。釣り帰るの位置って、なんかこの辺だったっけ？あれ違ったっけ？この草の生えてるとこだったっけ？草の実。ここじゃなさそう。んー、違かったか？あれ、3番にあるよな。なんかこんなとこにあるんかみたいなところに。釣り帰るいなかったっけ？ちょっとわかんねえや。ごめんなさい。わかんない。わかんなくなっちゃった。とりあえず、行きます。やっぱここなんだね。わあ、相変わらず。あはは、鋭い牙。リアルこんな生物いたらね、恐怖でしかないけど、あれ出てこないっけ？お前の映像、私記憶にないな。ああ、そんな感じか。始まり。まあどうせね、ここと6番往復するだけのね、生き物だから、もうこの辺でちょっとのんびり虫網でも。もうアイテムいっぱいだよな、多分。よし。ああ、で、せっかく音爆弾がありますからね。使わせていただくか。ガノちゃん。
ガーノーちゃん。いや、先にこいつら倒すか。お前すごくない？ニュートラル三角で全身突き。ニュートラル三角で全身突き。オッケー。全然出てこないやんけ。よし、これ来るでしょ。オッケー来た。オッケー来たっす。ガノちゃん覚悟は。いきなりそれかい。お前この角度怖えんだよ、お前。えへへへへへ。ガンランスでこいつしんどいか。あ、いいね、いいね。あんまりさ、こいつの左側、こいつにとっての左側にいたくないんだよ。こうなるから。これ、タックル警戒ですよ。ああ、これ。これさ、お前アップね、マジで。ああ。ああ、当たる、これ。くっそ。足、このパターンやべえだろ。アップね。オギアが、オギアが、オギア。アイルちゃん、狙われてます。お前、マジでタイミング悪すぎだろ。この距離からでもタックで平気でやってくるしな、こいつ。よし。で、これは、回転かタックルかどっちかですよと思ったら、これ怖いんだよ、マジで。スタミナ温存。ちょっとやばいな、これは。まあ、こう考えると弓の方が戦いやすいのかもわからん。よし、いいぞ。入っている、入っている。内側に入り込む。タックル警戒。なければ3回突き。これは1回ぐらい入るな。で、タックルはこう。ここでもう1回当たればよいなと思ったんですけどね。当たんないね。この回転、これ当たるかも。回転の時は1回。よいしょ。やべ、危ねえ。ここで一回、できれば腹に当てたいんだけどな。なかなか腹に当たる感じではないんだよね、なんかね。なんか足に当たってばっかりなんだよな。あ、アーノルドが。アーノルドが。それは分からんわ。すぐ出てこないか。すぐ出てこないときはもうゆっくり回復と、よし。高速砥石がついてますんでね。いやー、これだるいなー。この辺だったら多分当たんないと思うんですけど。OKOKOK。あ、そうか、これ高速砥石ついてないわ。これついてなかったっけ？あ、ついてねえわ。OK。回転警戒。なんならタックルも警戒。タックル後は一回切り上げぐらいは当たるな。もう。一回ぐらいできるか？危ねえ！おっと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 。ちょっと待機するか。よいしょー。立ち回り的には、問題、そうっすか。こいつこれで6番に行くんだけどさ、ちょっと待ってるとまた戻ってくるんだよな。で、6番だとホットドリンクが必要だから、向こうで戦いたくないし。だから7番、6番しか行かないから、基本的に。待ってるか。で、しかもさ、雨の時って確か6番行けないんですよね。そう、なんか6番に入れないんですよね。湖で、潮が満ちちゃってって言えばいいのかわかんないけど。6番、水がかなり、傘が増してくるんで、入れないんですけど。だからその都合上、ガノトドスも6番に行かないんすよ。なんか知らないけど。だから、エリア7にいるときに、エリア移動判定が起きると、
そこの隅っこで頭隠して潜んでるだけになるっていう変な挙動になるよね、こいつ。何なんだろうね、一体これ。マジで来い。はい、この音爆弾使ってやったぞー。よくわからない挙動になるんですよね、こいつがエリア移動するとき。いいぞ。逆側見た方がいいな。距離取ったら、すかさず近づく。でブレス誘いながら、それそれ。足に行きたいんだけどな。はい、ガード。で、ここっち行って。おっ。おっ。この流れですよ。これ安定でしょ。おほほー。ちょっとこっち側来ちゃったよ。こっち行くよ。いや、当たんのかい。おお、ここタックル来ない。ここアンチだ、ここ。アンチだぞ、ここは。お前ら、ここアンチだ。それは、ちょっと当たるかもしれない。お前タックルしてこい。タックルしてこい。ここアンチだから、ここは。てめえ。タックルが絶対に当たらないアンチ。ああ、突っ込んでくるの、お前。どう？えへへ、ほら来た。ガノトス対アンチ。ここで弓振ってれば永遠勝てるだろ、これ。永遠勝てるって意味わかんないけど。あんま弾かれるんだな。本当にここやばいな。ボウガンでここで撃ってればさ、ハマるじゃん、こいつ。で、まあ、全然攻撃できないから行くけどさ、こっち側に回って、ここだな。この位置だな。攻撃の位置は。痛い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 。いやー、もう来ると思ったよ。この位置が、この位置が調子いい。当たらんなんてある、それ。いや、これ危ね。どう？意外にはまってんじゃない？これ。痛い。お前なんか行動キャンセルっぽくね。この位置怖えな。ダッシュしない。足に吸われちゃう、切り上げの時。よし、危ね。これ顔にも当たり判定あったよね。このブレスする時。オッケー。バーンバーン、痛い調子に乗って撃っちった。あ、まずい。これお前どこからどこまでが当たり判定か分かんないからすげえ怖い。あ、空間タックルなんていう単語があるぐらいですからね。あなたの当たり判定本当に分かんないよ。雰囲気この辺かなと思ってるところが当たんなかったり、ここは当たんねえだろうと思ってるとこが当たったりするから。ほんと怖いわ。よいしょー。おーいしょ。リロード。ガシャコン。これ怖いんだ、こっち側来ると、その続きがさ。続き当たるの怖いよ。腹を狙え。いいぞ。タックル多くない？いやー、それはやばい。もうそればっかりね。タックル多くない？ちょっと結構スタミナカツカツなんですけど。これも当たるわ。回転すんねー。ブレス放ってこないかな。やっと当たらない攻撃になった。立ち回り的にはこんな感じで安定すると思うんですけどね。うわっ。ああ、これはくそー、逃げられるか。
意外と時間がかかって、いけアーノルド、いけアーノルド、まだ追いつくぞ、アーノルド、アーノルド、アーノルドさん、アーノルドさん、アーノルドさん、お前よく見たら、あったー、頭寝ちゃったんだけど、やばい、やばい、起きて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 、これ眠るの知らなかったんだけど、お前眠り攻撃なんてあったの？アーノルド追いかけてたらあいつが突っ込んでくるなんて思いもしなかったから、あー移動だわ、あ、しんどい相手ね、本当に。もう回復ないよ。C っていうなら、スタミナ回復する手段も、こんなに長期戦になると思ってなかったもん。肉があってもさ、肉焼きセットないから。盗まれたから前。あのクソみたいなゲルスで盗まれたから。そっから買ってないからな。なんで買わねえんだって話だけど。即バレ。アイスコーヒー飲んでまったりしてたよ、今。あ、いいね。速攻で出てくるじゃん。白気が多いやつは大好きだぞ。イエス。ここはちょっと怖いから。お前、攻撃ゆっくりの時当たるんだよな、そのタックルみたいな。はい、オッケー!2 発。2発でもない。いや、なんでエビが出んだよ。最初の素材でエビがよ。水流の鱗。水流の鱗。3回か。4回です。ありがとう。水流の鱗。お前、鱗とエビしかないのか。あ、楽勝でしたよ。さすがにね、高体力って感じではないよな。あとやっぱね、ガンダンスね。楽しい。ガンダンス立ち回りしやすい。相手の行動パターンよく読み取って、隙をついて、1,2 回攻撃を入れるだけでも結構火力入ると思うから。ね。俺、そのランスでよくねってなったけど。まあ、ガンランスね。攻撃が強いですから。おそらく。せっかく砲術師もついてるからね。攻撃を駆使して攻撃を叩き込んでいこう。わお。うろこうろこ、ヒレか。とりあえずヒレがゲットできた。ヒレで思い出したけど、そういえばお前背中のヒレでさ、弱ってるかどうかって判断できたよね。全然見てなかったわ。あ、そう、それで特典ダウンロードで、なんか3000ポイントもらったんすけど、毎回もらえたりするの ?3000 ポイント。拡張しようか。先に拡張しよう。ポッケポイントは、ああ、交換だけでもね、みたいな。ああ、そうそう、これを最高級キノコの木は。俺は取ろう。よし。釣り堀の場所は一切増やさない。なんかすげえ増えてる。やばそう、ここは。とんでもない匂いがしそうだな。なんで全部こんな気持ち悪いようなさ、キノコしかないの。シイタケ、松茸みたいないい色のやつ植えようよ。あれ、でも、そんなに良くねえな。まあ、せっかくだからちょっと依頼してみるか。300ポイント出すからさ、カリュウの体液取ってきて。よろしく。落ちるなよ。俺コーヒー飲んでるから。落ちるなよ。いやー、アイスコーヒーが美味しい時期になりましたからね。素晴らしいメンテを欠かさない。あー、はい。新しいパターンなんだけど、それ。なんだ?ターボチャージャーでもついてんのか?え、もういないんだけど、早っ。何あの加速っぷり。なんかひらめいたかのようにさ、加速してったんだけど、どうした?さあ、ばあちゃん、ちょっとラインナップ見させていただくよ。あ、やっぱり変わってる。やっぱあれ、あの時だけなんだ。くそ。じゃ、ちょっと次、金が貯まった時にさ、生肉まとめ買いするわ。もうちょっとお金が貯まったら、ちょっとまとめ買いするから、置いといて。あ、そう、それで攻略情報いくつか、かいつまんで見てみよう。
序盤は銭に困りませんが、途中から急に武器と防具の値段が跳ね上がるので、怪力の種を農場で増やして強化アイテム集め、プラス余ったら売却して金差ができるのでおすすめです。金になるんだな、あれ。お金稼ぎならその名は大会長って、イベクエが素材売りで一周1万ゼニーぐらいだった気が。そういえばさ、イベクエも落としたんだよ。なんか私全部落とせんのかなと思ったら6個までしか落とせなくてさ。で、6個、とりあえず受注できるものだけを落としたんですけど。あ、これとか、ハンターランク制限とか、なんか特殊条件がないやつ。その名は大会長。ヤンクック?2頭。これだろう。これだ。金稼ぎには持ってこいのは。だって報酬金6000ゼニーだもの。契約金500ゼニーだもの。なんでヤンクックで聞いてくんの?なんで防具未装備なのこれ。やめろよ。防具脱いでこいってこと?金が稼げるって言うんだったらもうこれで行くしかない。こっそりピアスだけつけてもダメなんかな。とりあえず、ガンランスで行くか。ムキムキ姉ちゃんのは。まさか裸で集会所へ来いとね。そんな命令をされるとは思わなかったよ。ギルドかな。未知の食材を求めて我はこの地へ参った。聞けば近辺の丘に幻ともされる獲物がいるとか。あ?彼の本会を遂げんばかりなため、カリウドたちを急ぎ狩りへ向かえ。何を言ってんの?